警察公績省、警察公績省は特に顕著な功労があると認められる警察職員に対して警察庁長官、または警察庁幹部から授与される気章。警察訓高省、警察功労省に次ぐ第3位の警察表彰である。国家公安委員会規則の警察表彰規則に警察公績省は警察職員として 特に顕著な功労があると認められるものに対して、授与すると規定されている。警察訓行省、警察功労省と、同じく警察庁長官表彰の一つでもあるが、警察功績省においては、皇宮警察本部長、管区警察局長、東京都警察情報通信部長、北海道警察情報通信部長、警視総監、道府県警察本部長、 方面本部長から授与される表彰でもある。警視庁などでは、功績ある警察官が退職するに際して授与するとされている。警察功績賞は、受賞者本人に限り就寝着用することができ、本人が死亡した場合、遺族はこれを保存することができる。また、受賞者が金庫以上の刑に処せられ、または懲戒免職の処分を受けたときは、これを返納させ、 警察職員にふさわしくない飛行のあった場合には、着用は停止され、またはこれを返納させることとされている。警察訓行省、警察功労省、警察功績省省市省上省よ、警察協力省感謝上表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡または退職したときは、生前または退職の日に遡って表彰される。ありがとうございます。